筋肉は基本的に縦に伸ばそうとすると思います。縦に伸ばそうとすると痛いですよね。実は筋肉をひねる方が無理に引っ張らずに筋肉が伸ばされるんです。今回ずっと寝たままできるメニューになってますので、体をひねることあんまりやってないよって方は、今回のメニューを行うことで、今よりも早く痩せることができる体が作れます。一緒にやっていきましょう。まずはうつ伏せになって寝ます。このまま足を遠くに持っていく感じでひねっていきます。スタート。これで今腰から下がね、しっかりストレッチできてます。はい、反対足に変えます。30秒で各方向を行っていきます。無理に引っ張らずにね、いけるところでキープです。はい、 OK です。足を曲げて倒してキープです。スタート。呼吸をリラックスしてください。こんなんでね、伸ばされるのって思うかもしれませんが、やらない動きをね、やってるだけで実は筋肉伸びてるんです。あんまりね、きつい筋肉のストレッチはね、よろしくないので。よし、 OK。 今度は片手伸ばして、片手を後ろに伸ばしましょう。スタート。バランス難しい方はね、足前に出してもいいです。これでね、腰から上がね、しっかりひねってストレッチできてます。よーし、反対です。できるだけ手をね、遠くに持っていくイメージで、お腹と脇腹、腰を伸ばしましょう。はい、 OK。肘をついて今度は後ろを向くだけです。スタート。しっかりね、後ろを向くと実は脇腹がすごい伸ばされてるんです。そして腰がね、少し悪いよって方はこれで腰方形筋って言ってね、片側の腰の筋肉がね、伸ばされてます。はい、反対です。しっかり後ろ向いて、肩のラインに肘をつきましょう。このまま肩を床につける感じで片っぽだけ伸ばしていきます。スタート。15秒したらね、反対にします。ちょっと見にくいよって方はね、こういう感じになってます。今度は反対、反対の肩を床につける。肩とね、胸が伸ばされると思います。肩がね、少し痛いかもしれません。よーし、 OK。 今度は手を伸ばして足を横に持ってきて後ろを向きます。スタート。これでね、首から下までしっかりストレッチがね、できてます。脇腹が伸びて痛いよって方はね、うまいことできてます。はい、反対です。脇腹がね、伸びると思います。よーし、はい、OK。 次は上を向いて寝ましょう。上を向いたら足を遠くに持っていく感じでキープです。スタート。肩がね、あんまり浮かないように頑張ってください。遠くに持っていく。腰から下がね、しっかり伸びてます。はい、反対です。この肩がね、持ってかれないように肩つけて、しっかりね、これでね、前屈とかするよね、伸ばされてます。はい、 OK。 今の足に上半身をつけていきます。今度は肩を浮かせます。手を遠くに持っていく感じです。この時にね、手をね、ひねってみてください。
っかりね伸ばすことで二の腕がスッキリしてきます。よし、反対伸ばして、手を遠くに、はい、OK。 今度は膝曲げたままで体を倒して、足床すぐ手前でね、キープスタート。これでキープ、床にね、倒れないようにちょっと持ち上げて、手で踏ん張って、脇腹がね、すごい伸びてると思います。よし、反対、結構これはね、辛いストレッチの中ではありますが、頑張って、よし、はい、OK。 今度膝90度のままで、膝で丸を描く感じで足を動かしていきます。スタート。これでね、腰回りの筋肉がね、しっかり伸ばされて、斜めや横の動きがね、良くなってきます。はい、反対回しです。こういう感じで腰を回して、丸描いて、はい、OK。 お疲れ様でした。今ので基本的に体の前面、背面をひねりながら伸ばすことができてます。あんまり痛くなかったですよね。無理して前屈とか開脚とかすると、筋肉って逆に伸ばされすぎてさらに縮もうとなっちゃいますので、ひねるっていうことが意外と筋肉が伸ばされて、可動域が広がって、日常的な動きがね、速くなってくるんで、そうなってくると代謝が上がり、痩せやすい体が作れてる証拠です。今回のストレッチを見ながら何度もやってみてください。頑張ってやったよって方、グッドボタンやコメントで教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。